こうなるともう大変ね。マイドリ GoPro の自社を修理だということです。ちょっと無理だよな。ブレーキがかけらんなくなっちゃうから。ブレーキがよよっ。 GoPro さん、 GoPro さん、長く取っちゃうと大変だな。長取りしないようにしないと。いや、これぐらい上げないとダメだ。価格が GoPro に比べると狭いもんな、ソニーは。ゲンブルつけてるからな。ゲンブルさんつけてるから分かる。少しガタつくとこ行ってみようか。おっおっ、あ、タイヤの空気が少し抜けてきてるな。まずいな、これ。こっち回して、こっち回して、ほら、自転車のグリップ半分握って半分ゲンボでしょ。ゲンボさんでしょ。ブレーキがかけられないんだよな。後ろブレーキがかけられません。かけられる、入れられません。また無茶始まって、またむちゃくちゃ始まって、あ、GoPro少し変なこと向いてるな。直さないと。こうやって撮ってるような。あら、上向いちゃった。こら、これこれ下向け。はいよ、ここにいるよ。GoPro さん、ここにいるよ。いや、ちょっと、あ、ちょっと待ってよ。バランス取ってみる。ちょっとこっち、足がね、もうガク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 しちゃってんの。ここ3日間ぐらい、ぶっ続けて、ぶっ通しで、連続して、何言ってんだ。何言ってんだ。結構、はちゃめちゃなことやってるからさ。画面2ついっぺんに入れちゃうからね。はい、ソニーはね、マイクが優秀なので、ライブマイクはこれぐらいだとほぼいらないと思うんだ。ちょっとだけ風切り音が入ります。もっと風切り音が入るのはそっちのコミカ。このコミカはね、外で使っちゃダメだね。全然ダメだ。またチャリの振動をガンゴンガンゴンガンゴン拾ってる可能性がある。コミカすっごく広いのよ。チャリの振動をガンゴンガ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 ン。やばいです。ソニーストップ、ソニーストップのこっちもストップして、えい、止まった。えい、 GoPro 足がガクガクして
はい、5分取っちゃった。ストップ。ロードくっつけたからこれは必要ないかな。今日は持ってきたんだよ、虫よけ、虫よけ持ってきたよ。今日はこんな日はいらないかな。ずっとね、向かい風で暑かった。また足ブルブルしちゃってるよ。ブル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 しちゃってる。今度このマイクでかいかもね、音。声でかく取っちゃってるかな。こっちはね、離れてるからおそらくそれほど入ってないね。はいはい。撮れてる？この画面すごく暗いからね、これでチェックすることはできない。できません。ちょっと君はもう少し、もう少し、もう少しこっち向いて、これぐらいだね。はいよ。まあいいや、どうでもいいや。休憩中、一旦止める。どっちから始めたんだっけ、こっちから始めたんだっけ。 GoPro 止める、ソニー止める。今日は
お日様がかけてるから ND なし、ブラックディフュージョンオンリー。ちょいチェック、チェックチェック。本日最初からこれついてるよ。あ、かなり明るいね。かなり明るいな。動画にしてみる。これ、相当明るいね。やはりダメか。いや、2枚つけるとね、蹴られるんだよね。しゃあないな、つけるか。ピコ。今度こっち。忙しいですね。忙しいですね、ほんまに。この子を、この子をどけるぽい。こっちにいてね。ガンマイクさんを少しこっち向ける。面白いマウントしてるでしょ。一応バリアングル見る。はい、うん、こんなもんでよかと。こっち向くか。そしたら君が映るもんな。よいしょ、よいしょ。こっちを向けば君が映る。あー、もういい、これでいい。むちょい、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 ちょいちょい。あ、いいね。こうやって、あ、膝の上乗っけてもダメだな。スタート。はい。今日は最初、またプロデュース行ってるな。最初から。本日は最初からガンマイクついておりますので、しっかりと音声捉えていることでしょう。風が強いですから、少しだけね、ふわって感じで入ると思うんだ。ふわっと当たるとね。よ、こっちから風吹いてるんだ。ちょうど。だまともに食らう可能性はあるね。ただこのスポンジね、優秀で、このスポンジ優秀で、戦場で相当風の強い日にちょっとテストしちゃおうってやってみる。やって、ブルバンバンやってる。ブルブルブル。え、戦場で風の強い日にテストしましたら、かなり優秀な結果出たんでね。あの、もうふむふいらねえかなぐらいの感じです。まあ、当たってるの、風が当たってるの、結構ふわーって。来た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 、風来た、出る出る出る、ほら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 、風来た。こっちから来てるね。お、ほらほらほら、どう、ちょっと手が震えちゃってる。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。いっててててて、ちょうどここの金具がさ、これ斜めにくっつけてあるもんだからね、ちょっとポジションチェンジした。指のここの、ここに乗っけてる感じにした。今日のは、あ、画面全体速攻のゾーンです。ゾーン、ゾーン、ゾーンです。ゾゾゾゾーンです。ね、これ、これ、これぐらいの範囲を
フォーカス捉えますということです。ただこれもこう動くみたいだよね、なんとなく、なんとなくね、外で撮影するのはこれが今のところ安定して、ここのフォーカス撮ってくれる、顔のフォーカスをね撮ってくれるようなので、これにします。楽です、すごく。ほら、あよいしょまた回しちゃったね。これぐらいで16だから、あー、グラグラしてる。やはりこのマイク乗っけただけでも相当重くなるから 10% ぐらい、もっとか、 20% ぐらい重くなるのかな。やはり来るね、ここにも来るね、肩にも来るね、ガツンと来るね。長丁場できないね、長丁場なんてやるもんじゃないってやるんだよ、やるんだよ。一人でくっちゃべってからね、みんなこうやってこう見るの、うんってそこに一人女性いるんだけど、何やってんだろうって見てる、こっち覗き込んでた、何者だろうってね、口が回ってないね、何者だろうってね見てた。 GoPro ストップ、その前にこっちもストップ、ピコリストッピー、5分撮った。こんな状態で撮ってるがよ、今日は風があるからさ、この向け、このコミカさんがね、ダメなのよ、実は。お部屋の中で使ってる分にはね、少し離れても単一指向を聞いてるみたいで、まあまあ、まあまあ取れるの。ただ外出ちゃうとね、この形が悪いみたいで、隙間から風が入っちゃってボボボボいっちゃう。あとはね、ここへくっつけたらさ、昨日ここへくっつけてやってみたら、すっごいこの走行の音がガン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 入っちゃってダメでした。 こういう置き方するといいかな。自撮りするときね、こうやってマイクを自分の方に向けてさ、柔らかいとこ置いて、後でやってみろ、やってみろ、こうやってほら、こんな感じでやってみる。もうサビサビでしょ、サビサビ。この子もバッテリー交換しないともうなくなった。ストッピー、こっちでした、間違えた、ストッピー。あー、倒れちゃった、倒れてしまった。今ね、まだジュースでも買おうかなと思って小銭入れ見たら120円しか入ってないの。ダメかって思って、もしかしてこれのポロリがないかなと思って調べたらね、10円見つけたの、130円。あれもっとないかなと思って奥の方探したらね、100円入ってた。これで買います。ラッキーラッキーラッキー。今日 ND8 でちょうどいいね、ほんと。空の青いの出てるでしょ、 HGL だからね、 HGL って HLG だからね、ややこしいよな、 HDR って言ったりさ、 HLG って言ったりさ、これメーカーによっても違うんだろ。わかんねえよ、わかんなくなっちゃうよな。要は HDR のなんかすげえやつだよ適当だよ女の。あの煙突がすごく綺麗に見えるんだよね。見える、煙突、煙突、顔がニョキニョキ、ちょっと見えてないの顔。
顔にフォーカスいってるかどうか分かんないの実は。適当多分いってるんじゃないかなフォーカス。よく調べてね、ここ2日間ぐらいで調べて、何回も言うけど画面全体速攻にしてゾーンにしてあげるとこんな感じで、あ、ダメだ、もう手がブルブルしちゃっててガタガタになってると思う今日は。このね足のガタガタが全部ここへ来ちゃうのよね、食らっちゃうのよ。そしたらこうやってね実は立ってることができないの、わかる？足触れてんのわかる？もうダメなのよ、腰が折れちゃってるから。あ、100円食った100円食った。これ拾うのも大変なんだよ実は。腰曲げないようにしてね、膝で拾うの。いいアクロシェのせ乗りました。この小銭入れね、よくポロリします。ポロリ小銭入れです、気をつけないと。たまにねこれ入れとくでしょ、バッグの中入れとくでしょ、あ足りないなって時に調べるとね、さっきみたいに出てくるんだよね、ポロンってくだらねあ、青空出てきた、ほら青空出てきた。ただ今日は持つみたいなんだよね東京、西の方から明日は荒れるみたいだね。もう西の方ずっと荒れてるでしょ今日、大荒れだってね。いやね、ストップ、レックボタンどこあった。そうだ、今日はロードつけてるからさ、喋りながら走れるんだよ。お高いロードさん使ってるからよ。でジュースはこっちの方しか売ってねえんだよな。あそこにね、こっち側にねお店あるんだけど、なんか潰れちゃったのかな。ジューチューも売ってない。ジューチュー、先輩さんがここで茶声してるよ、みんなで。ここへでも入るでしょ、入らない、どう。ロードさん優秀のはずだよ。ここにある、ここにある、ジューチューある、ジューチュー、よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。このまま取り続けちゃうか。また長ったらしいのできるぞ、また長ったらしいのができるぞ。これぐらい、これぐらい、よいしょ。チャリが動かなければ大丈夫チャリが動かなければ大丈夫。バターンなんて倒れなきゃいいんだけどさ。何食う、飲むか、よく見えない。昨日これ飲んだんだよな、でもこのテスト、コーヒーがいいかな、コーヒーがね。これ離れてもさ音声捉えるからいいでしょね。コーヒー、コーヒーホット金の微糖、これは缶なのかな。なんか高いのがあったりさ安いのがあったりするよな、コーヒーもさ。これ高いんだよ、でこっち安いんだよ、10円20円みんな違うんだよ。これ140円だから安いんだよな。ブラック、ブラック100、200円入れて、ブラック、ブラックがいいか。これは缶なんだろうか、缶だとほら蓋閉めら、あどこ見えてんだ動いちゃったね。やはり風で動いちゃうね。
蓋が閉められないとダメだからね。リコーレコーヒー、これ何だ、カフェオレ、あーバリスタ、これ高いんだよな。なんか良くねえな、なんか良くねえな。バリスタビット160円、バック、缶はダメ、ダメです。蓋が閉まりませんからダメです。ブラック、これしかないか。バリスタ、バリスタさんしかないね。これ来ます。あ、低い低い、低い、やだ、あっちょ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 あっちよあっちよ、もう大丈夫ね。4分取った。ちゃんと調子のいい位置に持って帰ってた。またレロレロ言ってんな。この辺にいると調子がいいだろ、バランス取れてるだろな。あらよって、あらよって、よし、こっち向けて、フレック。昨日はここゴミだらけだったんだけどさ、向こうへ流れ着いてるから、今日はこの辺クリアになっております。なんか水深がすごく浅くなっちゃってるね。水抜いちゃったのかな。前は鯉とかいたはずなんだよ、いなくなっちゃったね。え、こっち向けば顔が映ります。髭も剃ってねえな。まあ、その辺は許してね。 GoPro ストップ。反応が遅いんだ GoPro。 通行なしでモテねえだろ、撮ってるな。はい、あいや、おう、こぼさないようにしないとカメラでこぼすとな、掃除するの大変だからさ。世界一のバリスタ、え、何の音、聞こえる？いきなり始まったよ。うん、いいね。なんだろう。オカリナ？オカリナさんかな？こっち行ったか。
はい、このまま自車する。これぐらいかな。ちょっと前向けないかな。はいよ、こんなもんで行きましょうか。こんなもんで行きましょうか。いつも行かないようなところへ行きましょうか。どうなってるかね。あ、曲がっちゃった。ちょっといる。はい、どっかよっしゃ。いやー、どっかよっしゃ。ピッポピッポ。あー、銀杏すっげー。銀杏踏んづけると臭いからさ、玄関銀杏臭くなっちゃうからさ、もうちょい上か。今日はお空も綺麗に撮れてんじゃないね。こっちのでっかいのでもちゃんとお空撮れてるから。あー、ススキが光っとる。ススキが光っとる。ピカピカ。ススキがピカピカ。ススキが光っとるよ。ちょっと取る。ススキ取る。あいよ、ちょっかんちょっかぷっぷっぷ。あるげってぷってぷってぷって。よくしょ。はい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 。あ、ずれちゃった。ずれちゃったね。緩んじゃった。はい。はい。はい。今日は GoPro さん頑張ってるね。ここの数席取る。数席。うん、ゲップ出た。3分41秒。はい。ん？何の音？ほら、聞こえる？いなり始まったよ。うん、いいね。なんだろう、オカリナ？オカリナさんかな。こっち行く。少し暗いとこ来たのね。露出を少し、うん、プラス1。プラス1だと暗いかもしれないな。もう少し上げるか。こっちじゃねえ、こっちじゃねえ、こっち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 。露出 1.7 にアップ。9時参りでしょうか。参りでしょうか。ちょっちょっちょっ。へい、行くよ。撮ってたっけ。撮ってるね。忘れちゃうんだよ、知ってる。ああ、足がね、ガクガクしてんのよ。足がガクガク。で、これで、ワイドにしながら、前に進むと。いきます。あ、逆、何やってる。あ、ほや。うん。ワイドにしながら、前へ進みます。大失敗です。大失敗です。大失敗したってやっちゃうかね。ちょっとね、前後の揺れが出ちゃうな、このマイクつけると。この逆方向からね。
鳥鳥鳥あそこ水があるでしょ。この真ん中奥の方に、うん、水たまりがあってね、そこへ鳥が来るんだって。水浴びにそれを狙ってるんだって。見てこれ、この奥の水たまりにね、ジョウビタキっての来るんだって。水浴びに来るんだって。昨日は取れたらしいよ。今度狙ってみようか、35ミリでダメだよ。あ、バッテリー切れたかな。まだちょこっとあるかな、バッテリー。ストップ。前から見たら何やってんだろうと思うだろうね。ピコッピコッ、あ、ピコッ、いや、逆光だけどこっちの方が色があるんでね、向こう暗いからなんとかなってるでしょ。うん、どうだろう、フォーカス来てるかどうかわかんないんだ。どうですか、どうですか。一応来てるような、来てないような。露出少し上げちゃおうか。いや、ほら、持てるか、持てるか、持て、持って、持って、はい。キロキロ、キロキロ、キロキロ。露出いくつ上げた、 1.7 上げた。そうすると向こうがあっち向けになっちゃうかな。まあいいやね、どうせ青空出てないからこんな色してますかということです。外はこの設定が安定していいみたいだね。画面全体速攻のゾーン、ゾーンじゃないの、使ってみようか。こっち側だとボタンどこだっけ、ボタンはどこだっけな、こいつか。あ、あ、これでね、どこ行った、わかんねえ。これで真ん中、真ん中あたり来てるな、真ん中で。俺オイラをこうやって切っちゃうでしょ、でまた持ってくる。どうだろう、ピッて捉えたかな、わかんねえ見えないんだよね。チェンジ、これが一番ちっちゃいやつ、真ん中ちっちゃいやつ、もう少し大きいやつ。ストラップが邪魔で見えない。スポット L、
拡張スポット、拡張スポットとつてでブルギリグバーコーキー、はい、拡張スポットっていうのはね、このカメラが何だ、人物とか人物外れるとどうのこうの、なんかみんな同じようなこと書いたんだよな。拡張でもいいと思うんだよな。画面全体速攻の拡張でも捉えてくれると思うんだ。はい、実際ほらモニターがちっちゃいからピッてこのちっちゃい目のね、目のところに出るフォーカスのマークがあるんだけど、それ分かんないんだよね。分かんないの。だから編集時にどんなもんじゃいって見ると、これを連チャンでやってきたわ。これフォーカスのあれ出てないな、ポキッて、ポキッて出てないね。この辺りはどうもわからんな。出るときと出ねえときあるんだよな。これ出てないんだよ。だから合ってんだかどうなんだかわかんねえんだ。でそういうときのためにね、フォーカスマップっていうのがあるね。フォーカスマップ、あ、出てないねこれ。あ、来た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 、これで顔に来た。外れた。あ、来た。あ、拡張モードダメだ。拡張モードダメだわ。切れちゃうわ。で、ワイド。ワイドっていうのは画面のほとんどカバーしちゃうのかな。これでいけば、捉え続けるみたいだな。あ、拡張スポットダメだね。今見たら。これでやるとずっと顔にフォーカス合ってるね。拡張スポット少し追いかけるかと思ったら追いかけないね。すぐ切れちゃうね。いやーね、だこのフォーカスマップ入れるとね、白飛び分かんなくなっちゃうんだよな。あ、まあ先に白飛び調べといて、大体こんなもんってやっといて、フォーカスマップを出すと。こんな調子でいいかもしれないね。ほら、この三脚をつけた状態でね、やると、ほんとブレが少なくていい絵が撮れるの。片手だよ、今、片手。片手で動かしてるでしょ。ガクガクしてないから。もう手がブルブルしてるんだけど、それでもなんとかなっちゃってる。膝の上乗っけちゃうと、これ完全に動かない。また長く撮ってるね。画質なんかは昨日と同じ HS4K の 24SFPS で50メガビット、ビットレート50メガ、422ってやつな。で10ビット使ってる。10ビット、10ビット。これなんとかな、このモニターがさ。しょうがねえってしょうがねえんだな。だからこっち側持ってくと、本当はね、こっち側持ってくと、この足逆にしないとダメ。こっち側持ってくればモニター見えるんですよ。ストラップが邪魔だけど、おいおい、はい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 、フォーカスマップ入れてあれば、うん、完全に捉えてることが分かる。しょうがねえな、こうやってやっていくしかねえな。めんどくせえだろ。あ、めんどくせえんだよこれ、操るまで。マニュアル見てもさ、
大体のことしか書いてないから実際やってみないとどうなるかなって分かんないからね。で今回3日ぐらいあれやってこれやってこれやってこれやってってやってきたら、まあ、こんな感じで取るべと少し下げてよ。露出を少し下げてみる。ほい、だん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 露出を 0.7 ぐらいにして、張ってくるね、張ってくるね。うん。フォーカスエリアワイドにしてるから張ってくるね。あ、これがいいかもしれないね。エリアワイド、ゾーンかワイドだな。誰かこっちにいるときは少し振ってあげる、振ってあげる。顔来ちゃう、顔来ちゃう。なんかこうやって出してあげるかな、こうやって出してあげる。多分ね、人がここにいるとフォーカス行くと思うんだ。こんな使い方でいきましょう。ゾーンかワイドで使うと、そうすれば自社はいけるでしょう。言ってもらわないとね。いや、これまた全部つなぐと1時間以上いっちゃうかもしれないな。いやな、1時間以上って。あ、ISO感度ね、これ1600まで上がってる、上がってます。もう ND フィルター外してもいいんだよね。外してみようか。はい、外しました。そうすると ISO が200に落ちた。うん、色気はだいたいこのままでも良さそうだね。ゼロに戻してもいい。ゼロゼロ、簡単簡単、これでゼロ。うん、もういらないでしょ。さあ、この三脚下にくっつけてやる方法はね、重いよ、重いよ。それは2キロ、 2.5 キロぐらいいっちゃうかもしれない。だからここの肩の力はないと女性じゃ難しいよな。あれ、なんだ、マップマップマップ、ほら来い来い来い時折こうやってね、アホなことやるんだよね。危ねえ危ねえ危ねえ。この三脚使いをね、じゃあ今度ちゃんと教えようね。あ、マップ来ない。こう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 、顔来いよ、顔顔。あら、来てない。なんで、あ、こっち来た。これが分かんないね。こっち持ってくると顔が切れちゃったりする。あ、来てる来てる。今レンズ何もつけてないからね、フィルターつけてないからね。こう全くのノーマルでさ、フォーカスがパッと来ないっていう。ダメなんじゃない、それ。ダメでしょ。あ、長くなっからやめますよ、もうそろそろ。うるさくなっちゃって。ストップ。ガンマイクついてるから声捉えてるんですよ。ただ向こうのガン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 が入っちゃうの、後ろのさ、バババババーンって入っちゃうの。後ろに子供が来ちゃってさ、キャーキャーキャー始まっちゃったから。どうだい、子供結構入ってる。危ないんだよ、カメラに興味持っちゃうから。急接近してくるからさ、危ないってずらして、いなくなった。色調、後ろが今度うるさくなった。